今日は晴れたけどちょっと雲があります。雨降らなければクサンバっていうね、あのバリの美味しい塩が売ってるところ、今ここから50キロぐらい離れてるけど行ってきます。塩仕入れに行ってきます。よし、まず準備して行きましょう。お出かけ用の魚さんに履き替えます。じゃん、これ日焼けの後ね、今日天気いいから一日バイク乗ったらどんだけ日焼けするでしょうか。はい、お出かけ用魚さんにチェンジ。久々のバイクスクーピー号です。セットオン、乗車。タイヤに空気がないぞ。あ、空気入れてっか。
着いた。ケツ痛い。久しぶりバイク乗るとケツ痛いね。さあ、ああ、雨天日干ししてないね。でもまあ在庫があるかどうかだね。ここもうね、海が綺麗で近いんだよ道から。やってないね。やってないけど在庫あるかな。マシアダ。アダアダ。アダ。いやいやいや。アンビルムービー。ティンガルブラパニスから。オーバー。マシバニア。オーバニア。バニアアダ。バニアチャリ。バニアチャリ。ラパキロ。カロアダスプル。10kg. Hmm. Sekarang satu berapa? 20. 20, ya. 10kg. Terus. Cok, ambil movie sana ya. Kyou wa patte ne hoshite nai, ano ne. Ah, koko, koko ga ne. Tampelya. Bore, bore.ほらこんな近いところ、ここにここに巻くの、塩を巻いてそこからもうそこから組んでくるんだよ。あ、島が見えてるね。わあ、ここは多分海流があるんだろうね。すごい綺麗なんだろうね、水がね。でね、ここに巻いて塩田ってここで天日で干すでしょ。干して砂ごと取るでしょ。砂ごと取ったのをここのね、こういうここの桶に入れんだよ。ちょっとこう濃くなった塩水が出てくるの。濃くなった塩水、その濃くなった塩水をここに干すの。こうやってほらほら、だから濃度が高い塩水干すからこうやってできてくるんだよ。これこれね、こういう感じ。綺麗だね、ピカピカだね。うわ、結晶になってる。1キロ、まあ、200円ぐらいだって。安いよね、完全天然塩。まあ、なんかいつもは今雨季だから休んでんだろうな。ね、今日晴れ間があるけどまた雨降るかもしれないしね。もうこういう感じよ。さあ、 GoPro だから熱っ、砂浜熱っ。サンバの海水の中見ましょうか。そんな透明度はないよね。はい、こんな感じ。今日天気いいね。日焼けするわ。まあ言うて1時間ぐらいしか経ってないね、このね、家から。近いけどなんかすごい遠くに来た感じ。さあ、気持ちいいね。ラピュータ。これをうまく営業されましたね。まあでも一つお土産にこれを買ってきましょう。おまけもくれたし、おまけとこれが10キロ、こんだけあります。10キロ買いました。10キロゲット。さあ帰りましょう。おいやいやいや、さあ戻ります。はい、これ10キロ。もうすぐニュピだしね。あれ、今日満月。
うん、すごいね、ヒンドゥーだ。ここヒンドゥーのお寺だ。かっこいいね、ヒンドゥー風習。岩が山の岩で、南の方は北海道だもんね。